高坂のオープンスペース知っとる？高坂自然、給与、村センターへ行って受付してもろうたら使えるんよ。1回の利用で時間内なら金額は一律で、5人までならなんと利用料1000円よ。6人以上でも団体料金で3000円。それでも安い。予約は電話でできるよ。当日受付手続きを済ませて許可証をもらったら、センター出口を左に行けば一本道、駐車場から徒歩3分でオープンスペースに到着。少し坂道なのでカートで荷物運ぶのがおすすめ。ガスコンロとバーナーは使えるけど、炭とかまきはダメじゃけんね。山火事になったら大ごとじゃけんね。見て見て見て、オギロパンのバゲットにセリアの食器、イニティームで買うたマルチグリドル。食後のデザートはいちごといただきものの瀬戸田のはるかとネーブル。そして本日のメイン食材はこれ、鮮魚細いのアヒージョセット。牡蠣、エビ、ゲソ、ホタテ、タコ。予算と人数言うたら栄養にしてくれるよ。エビの皮むいて背わたも取ってくれとったし、アヒージョ用に切っといて言うたら A サイズに切ってくれとったよ。オリーブオイルにニンニク、唐辛子、市販のアヒージョの素はいらんよ。牡蠣とゲソ、ホタテの出汁が出まくり。マッシュルームやら彩りにブロッコリー、谷本農園のプチトマトでバエバエ。塩で味を整えていただきます。うますぎる。海鮮プリップリじゃけん、エビの色と香りがさらに食欲をそそる。締めはパスタをイン。贅沢すぎる海鮮ペペロンチーノ。見よ、この美味しそうな顔。全部平らげたら食後のコーヒー。コーヒー豆はロンドさんで引いてもらったこちら。コーヒーサーバーもイニティウムさんで選んだビーステコーヒー、甘だな。竹のドリッパーは地元高坂の浦安散策。素敵すぎやしないかい？高坂のオープンスペースもみじ、絶対おすすめ。みんなもぜひ利用してみてね。